神社が持ってた土地ですよね。神社が持ってたその別荘みたいな意味ですかね。まあその 遠くの土地に所有してた土地が福山市のその鴨町だったらしいんですよ。ですんでやっぱあの上鴨神社っていうのはですね、私の生まれ故郷の鴨とかなりゆかりの強い神社だったということですね。それを知って私はははーと思ったんですけど、思ったばっかりで誰にも言うことなくて京都に来てですねやっぱ地元も一回見つめ直してみるべきだなと思いました。家の近所にですね、本当の名前なんていうか知らないですけど、パンツ池っていう呼んでる池があってですね、そこでは大蛇、真っ白な大蛇が出て人をさらうからあんまり行くなと子供の頃から言われてまして、でその図書館に行ってですね、その福山市鴨町を調べるとですね、本当にそういう神話があったらしくてですね、いやーなかなかじいちゃんばあちゃんの言ってることもあながち嘘じゃないなと思ってですね、感心してましてね、もう今日初めてここでお話できてですね、もうすっきりしました。ありがとうございます。そうですそうです。 ここあれなんですよ、雷よけの神社なんですよ、上賀茂神社って。深い意味は分からないですけど、 なんで雷なんかは分からないですけど、落雷よけの神社と言われてまして、あと電気業者の方なんか新年に上賀茂神社お祈り行くみたいですよ。でなぜか分かんないですけど、電気にゆかりがある神社だということで、で落雷にあってどうもなったっていう人はなかなかいないと思うんですけど、実はですね、私の生まれ育った鴨で、私がその一時在籍してました白百合幼稚園という幼稚園がですね、実は落雷に遭いまして私が在籍中なんですけど、幼稚園がですね、なんか時計塔みたいなのがあってですね、ちょっと高いんですね、そこだけで、まあ、そこでもその部屋があって、その中にも 入って授業みたいなのあったんですけど、そこがちょうど春休みの時にですね、ちょうど春休みの時に落雷があって真っ黒になってたんですね。もうそれを今でも強く覚えてまして、まあ雷よけの神社の荘園の割には、まあ、そこまで雷はその防げなかったのかなと。まあまあ何でもない話です、どうでもいい話ですけどね。次は松尾大社行きますから、皆様お待ちかねの松尾大社、お待ちかねかどうか分かんないですけどね、まあ大体まあほんと30分少々で着きますんでね、お弁当をまだ食べられてない方はいらっしゃいますかね。今のうちに食べていただいても結構ですよ。大丈夫ですか。ではですね、またしばらくかかりますんで、京都の素晴らしい景色を眺めながらですね、ごゆっくりとおくつろぎください。では一旦失礼します。今日のお通夜。
当たり前と思ってな、小さい頃がそれで慣れ親しんでるからな、何の不思議もなくな思ってなっとるからな。